Nagoya City. City. I love Nagoya. I love Nagoya. ここからは名古屋シティ I love Nagoya。私も大好きラブ名古屋なここ名古屋市のいろんな情報をお届けしていきます。まずはあの頃みたいに出会いたい名古屋で婚活のお知らせです。あの頃みたいに出会いたい名古屋で婚活は名古屋市が主催する大規模婚活イベント。青春時代の舞台である学校をリノベーションした名古屋キャンパス体育館での運動会や明治創業の老舗や個性的で新しいお店が集う円堂寺商店街円堂寺本町商店街での散策や謎解きをするなど名古屋の魅力を感じながら新しい出会いを探せます。当日は参加者同士の交流をお手伝いする応援サポーターを配置し婚活や結婚の不安を自信に変える事前オンラインセミナーも用意していますので初めて婚活イベントに参加する方も安心して応募してください。また事前のオンラインセミナーでは自己分析をしながら恋愛コミュニケーション力などをアップさせられます。対象はイベント当日に20歳から39歳までの独身の方で名古屋市在住在学在勤の方に限ります。現在第1回第2回の参加者を募集中です。第1回は12月22日日曜第2回は1月19日日曜いずれも午前11時から。第1回の応募の受付は11月18日月曜まで。参加をご希望の方は名古屋市大規模婚活と検索していただき特設サイトからお申し込みください。定員は各回250名、応募者多数の場合は抽選となります。詳しくは子ども青少年局企画経理課電話 052-972-4654 052-972-4654 までお問い合わせください。 Next. 続いて名古屋文芸週刊事業名古屋ゆかりの作家江戸川乱歩企画展乱れ歩くのお知らせです。名古屋ゆかりの作家江戸川乱歩企画展乱れ歩くは今年生誕130年を迎えた江戸川乱歩の世界を感じる体感展示イベント。西区しけ道の伊藤家住宅が会場となっており江戸川乱歩の作品に触れながら普段は公開されていない伊藤家住宅の内部を見て回ることができます。開催日は10月26日土曜27日日曜午前11時会場です。ただし26日土曜は催事のため企画展入場受付が午後1時30分までとなっていますのでご注意ください。チケットは事前購入制となっています。詳しくは名古屋市の公式ウェブサイトをご覧いただくか観光文化交流局文化芸術推進課電話 052-972-3172 052-972-3172 までお問い合わせください。名古屋シティインフォメーション。ではここで愛知花マルシェ2024のお知らせです。愛知県は花の生産で日本一を誇る花の王国。そんな愛知の素晴らしい花を見て触れて購入できるイベント愛知花マルシェが今年も開催されます。会場では愛知県産の花を中心に季節の切り花、観葉植物、多肉植物、お花の雑貨などを販売。愛知の花をお部屋に飾って秋を楽しみましょう。愛知花マルシェ2024は10月31日木曜から11月3日日曜まで鶴間公園で開催。入場は無料です。詳しくはイベントの公式サイトをご覧いただくか緑生土木局都市農業課電話 052-972-2499 052-972-2499 までお問い合わせください。さて今日ご紹介したお知らせに関してはこのコーナー名古屋シティアイラブ名古屋のブログサイトにもリンクが貼ってあります。ポッドキャストでも配信していますのでぜひチェックしてください。名古屋シティアイラブ名古屋今週木曜日もお楽しみに。